体をコぶチャンネル、こんにちは。管理栄養士プロフェッショナルファスティングマイスターの丸尾です。今回はファスティングの準備職について解説をしたいと思います。ファスティングをするときにですね、いきなり断食に入るわけではなくて、事前に準備職というものを取ります。ファスティングに向けて助走を取る時期、この助走期間ですね、これが準備食にあたります。いきなりファスティングをしますと、体にとって負担になりますし、 ファスティング時点はすごく辛いものになってしまいます。ですので、事前にしっかり準備食を取ることがとっても大事です。では、その準備食、どんなものを取ればいいのかを見ていきましょう。考え方としては、体に負担になるようなものを取らないということです。具体的に言いますと、まず動物性のもの、肉や乳製品、卵、魚といったもの、そして油、さらには砂糖、小麦も避けた方がいいです。 今挙げたような動物性のもの油、砂糖、小麦こういったものを省いた食事にしてください他にも体にとって刺激になるようなものです例えばカフェインですとかアルコールそういったものも取らないようにしましょうで何を食べればいいのかってことなんですけども孫は優しい食事をとってくださいさあこの「孫は優しい食事」あなたは聞いたことありますでしょうかこれはですね いいろんなな食材の頭文字を取った言い回しになります一つずつ見ていきますとまず「ま」が豆大豆製品そして「ご」がごまナッツ類「わ」がわかめ海藻「や」が野菜の「や」「さ」が魚魚,魚介類「し」がしいたけきのこ類です最後が「い」「いも」とこれをまとめて「孫は優しい食事」というふうに呼んでいます。 この孫は優しいに関しては、また詳しくは別の動画でお話をしたいと思うんですけど、考え方としては、体に負担が少ない、さらに日本人の体質にものすごく合っている食事だっていうふうにイメージしてもらえればと思います。で、この孫は優しいはですね、別にファスティング用に作られたわけではなくて、普段の食事においても、この孫は優しい食事法というのが存在しています。 ただ、この孫は優しいは体に負担をかけづらいということで、ファスティングの準備食にも持ってこいなんですね。ですので、ファスティングの準備食は、この今ご紹介した孫は優しい。この食材で食事をとるようにしてください。ただ、一つですね、親と思われた方もいらっしゃるかもわかりませんが、この孫は優しいの中に、魚、動物性のものが入ってますよね。そうなんです。この孫は優しいの中で、魚だけは動物性になりますので、 ファスティングに関してはこの魚は省いた方がいいですまあ、つまり孫は野しいですね動物性のもの、魚のものを省いた孫は野しい食事これが準備食ですそしてこの孫は野しい食材を使ってまあ、料理、えー、食事をとってもらうわけなんですがおすすめはですね和食です和食はなぜかというと油が非常に少なくてこれも消化に優しいんですよですので納豆とか豆腐、豆ですね そして野菜、海藻、キノコなんかを使った、例えばスープ、えー、味噌汁、和え物、酢の物、漬物とか、そういったあっさりしたものが向いていますで。もちろんこのおかずに加えてご飯も食べて大丈夫ですので、この孫はやしいおかずとご飯というイメージです。あと果物も適量であれば OK です。ということでまとめますと、準備食というのは動物性のものは省いて、この孫はやしい食材と、あとご飯ですね。 この組み合わせの食べ方というのが準備食の内容です。で、あとはこの準備食を行う期間なんですけれども、基本的には2日間、最低でも2日間取るというのが基本形です。2日間かけて断食に向けて準備をしていくということですね。ただこれも絶対ではありません。その人の食生活の状態に応じてもっと長く準備食を取らないと、ハスティングで結果が出ないという方もいらっしゃいますので、 これは実際にファスティングをするときにですね、専門家の方にあの相談して、そこでどれぐらい準備期間を取ったらいいのかというのを聞いてもらえたらバッチリかと思います。ということで、今回はファスティング前の準備職についてお話をさせていただきました。まあ、せっかくファスティングする場合ですね、事前にしっかり準備を取ってからファスティングに臨んでもらえればと思います。僕の方でもこのファスティングのサポートを行っておりますので、興味を持たれた方は下の詳細欄からご覧いただければと思います。 また今後もですねファスティに関する動画をどんどんアップしていきたいと思いますので今回の動画面白いなと思った方はこちらからチャンネル登録をしてください最後までご覧いただきましてありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようならごきげんよう